トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。9月13日金曜日の朝です。今日の空模様です。今日の天気は晴れ、雲があまり見当たらないので、また今日は暑い一日になりそうです。風は弱い南風、湿度も高いですし、いやー今日も大変な残暑の日になりそうです。9月の半ばに入ってまだ熱帯夜、昼間は今日は35度を超えそうです。出社口を開けましてハトの社会を開始しました。ハトはのそのそ外に出始めてます。外に出てきて飛ぶのを眺めてたんですけども、今日は10秒ぐらいで飛び上がりましたね。今日の飛び出しはなかなかいい感じです。今私の厩舎で一番の課題はこの出社時の飛び出しですね。若鳩の時は我先にと飛び出す鳩ばかりだったんですけども、成長数に従って毎年同じようにこういう現象が起きてきます。今また2番手が飛び上がりましたね。それに反応しない鳥も随分いますね。まあ、その辺でこれがみんなパッと飛び上がることができるようになれば私の課題解消になります。厩舎の中に入りまして飛ばなかった鳩、追い出しを行って今社外開始になってます。鳩たちはだいぶ上空に上がって、また今日も南西の方向ですね、こちらの方にどん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 飛んでってます。厩舎の中の気温 26.9 度、湿度 73%、 昨日に引き続き今日も気温が高いし湿度も高い、日差しもたっぷり、いやー残暑と言わず真夏です。ただいまの時間6時15分になりました。遠征に行ったハトが今戻ってきたところです。なんか横に広がって、元気よく戻ってきてます。他厩舎の鳥は混じってないようですね。単独で戻ってきました。南西の方向行きましたので、てっきり N 厩舎のハトと一緒に戻ってくるのかなと思ったんですけども、どうも戻ってきたのは今日は単独。戻ってきてまだ上空ぐるぐるいい感じで飛翔を始めてます。まだなんとなくこう安定しませんね。くるっと顔を見せてまた南西の方向ですね、どんどん進んでってます。再び遠征に行くのかな、お U ターンするかな、あしないですね。どんどん南西の方向へ飛んでっています。一瞬戻ってきて顔見せしただけでまた再び遠征に行きました。ただいまの時間6時30分になりました。遠征に行ったハトが戻ってきました。半分ぐらいの波数ですね、30羽ぐらいだと思うんですけども、戻ってきて厩舎の周りの旋回を始めてます。今日は他厩舎の鳥を連れてこないですね。これも多分うちの鳩だけですね。ああもう降りてきたのがいる。降りてきたのはこれ灰差しの請求ですね。このつがいの鳥は厩舎の中にいて飛び立たないんですよね。そんな関係でこの請求の灰差しのオスは降りてきたようです。それともう一羽電線に止まってますね。最初から電線に止まる鳩というのはうちではあまりないんですけども、止まってる鳥がいる。目障りですね。ただいまの時間は6時45分になりました。社外を開始してまして60分経過です。何羽かの鳩はもう降りてきてしまったんですけども、多くの鳩はまだ厩舎の周り飛び続けてます。こう少しずつ遠征から戻っ
ってきたみたいで、まだ端数10羽ぐらい足りないような気がしますけども、だいぶ端数が増えてきました。今日も暑い中、多くのハトが60分経過してまだ飛んでますので、なかなか今日もいい気象だなぁなんて思って眺めてます。あとはまだ帰ってきてない10羽弱ぐらいのハトですね。いつ帰ってくるのかなというところで様子を見ていたいと思います。ただいまの時刻は6時55分になりました。社外を開始しまして70分経過です。あとは徐々にこう増えてきて、ほぼ遠征から戻ってきたんじゃないかなというくらいの数になってます。随分もう降りてきちゃいましたね。まだ入り口は閉めてありまして、厩舎の中には入れないんですけども、元気に飛び回っている鳩7割ぐらいかな。残り3割ぐらいがもう降りてきて厩舎の上でお休み中という状況になりました。飛んでいる鳥ももう屋根の上に鳩いますからね、降りてきていいと思うんですけども、もうちょっと飛んでいてくれそうです。厩舎の周りを飛んでいた鳩が降り始めました。最後までこう飛んでいたグループ、飛翔時間75分、今日も暑い中よく飛んでくれました。まあ、全体の7割か8割ぐらいの鳩だと思うんですけどね、まあ、これだけの比率で飛んでくれてればよかったなと思います。降りてきた鳩たち、やはり口開けという鳥が何羽かいますね。もう今の気温は29度ぐらいになったんじゃないかな。だいぶ暑くなりました。日が出てきて日が昇るにつれてこう蒸し暑さも、高くなってきましたし、もう気温が高いのも感じてます。あとは徐々にこう入社し始めてます。ただまだ降りてきたばっかので、それほど勢いよく入社っていうわけじゃないですね。まあ、こんなことをしながら鳥が落ち着くのを待ちまして呼び込んで騒げたいと思います。今年の鳩は社外時間に関してはもう問題ないと考えてます。飛翔時間60分以上、自分の目標通り今までは飛んでくれてます。残念なのは訓練ですね。やはり近場の基礎訓練というのを毎年やってるので、それをやってなくて秋レースの連合会訓練に入りそうということで、遠くから厩舎へ戻ってくるという鍛錬ができないうちに多くの鳩との放給で、揉まれてしまうということで、うまいこと方向判定してくれるかな、帰ってきてくれるかななんて、そんなことをねちょっと心配しながら眺めてます。やはり自分でこう何回か訓練して鳩が帰り方を覚えてくれるとね安心なんですけど、この真夏みたいな暑さの日もあと1週間という予報も出始めましたので、今度は秋雨で天気悪くて訓練できなくなっちゃうなんてこともあるかもしれないですね。まあ、その頃になればね腰の状態も良くなって肉臓っていう気持ちになるかもしれません。なるべく連合会訓練に入る前に1回でも2回でも訓練に連れて行きたいと思ってます。本日もこのブログにご視聴ありがとうございました。また次回もお越しいただきたくよろしくお願いします。失礼します。